赤坂にある、これ、実は CIA の極東本部って知ってましたかすべては彼らの見心のもとに。日本国首相、もう、あの人は、あの人ではない。ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫側にゃ、今日もね、トップ火曜日ニュースをお送りいたします。世界中で、お金をばらまいてるのは、どこのドイツだいこいつだよ。 みソおかすみこの中ではない。エンタ世代今日はですね、ついに世界が認めた、日本の首相は、ああ、話していきたいと思います。つ、 てんねねとといいううことで、ね、やっていきましょう世界中のゴムを愛する皆様、お待たせいたしました。世界中の芸能人、政治家、セレブは、99%ゴムっていうノリ。や、それ全部ないよ。私、評論家のゴムですよです。ですよが出すよっつって。え <laughs> ちょっと何でこれ数々の名品を私ね、あの、チェックしてきました。実はですね、ツイッターにフォロワー20万人超えを誇る、結構有名な、まあ、この人がいるんですよ。この人が、ちょっとあるツイートを 世界中を震させています、ね、それがですね、我が国の首相の写真を、えー、アップしまして、日本の首相はラバーマスクをあれしてる。私は見たところこれダブルだと思って、こらつって、それ俺たちのだから。 やめてもらっていいですかで、俺たちとか言うのやめてもらっていいですかこれはもうちょっとお仕置きを与えなければと思って、ちょっと彼のリプライ欄に世直ししてきました。This is the Java. ヒセヒセおいこれが日本で。これがゴムだから。二度と逆らうなよで、まあキッシーがね、まあ以前から首元がおかしいって言われたんですよ実はもう中の人はいないんじゃないか。ヒムロックなんじゃないかっつって。 ああ、すみません。鏡の中のマリオネットってことですよ。操り人形ってこといや、なんですよ。まあ、これ、操り人形。で、ね、現在、ばらまきマンとしてね、今、世界中でお金を。で、ね、私たちの国税、ばらまき散らかしてる、きっしんだシーンなんですけどね。まあ、あの、今、アフリカ5カ国にね、ガーナにはゴーク、ね、エジプトにはダム、つです。とにかく金ばらまきまくってるんですよね。これ、みんな怒ってるわけなんですけどもね。これって、誰の指示なのってこと で,すよね、で、ちょっと冒頭で触れましたけども、ね、それはもちろんね、亡国様の指示なんです。まあ、今ですね、あの、中日アメリカ大使の、あの、エマニュエルさんっていう、あの、エマニュエル夫人の息子の、まあ、これは嘘なんですけども、いや、なんでそんな、こういらない嘘情報混ぜてくのやめてもらっていいですかいや、そんな言ったら、成り立たなくなるけど、私のこと分かっとったから。まあ、この人が今、国内のね、LGBT 法であるとか、それから韓国のね、ホワイト国復帰であるとか、なんかそういった内向きのことを、 すすごい干渉しててくるることでで話題になってるんですねやりすぎだと。ででも彼は正直日本国の総理以上の権力を持ってるって話なんですよ。それなぜならばアメリカの大使。でこの大使館はあの世界最強の諜報部隊 CIA の極東本部なわけです。で実はこのエマニュエルさんのやってることっていうのはもうこれ、亡国の指示であるという話なっで今、まあ、この LGBT 法を通したかったり韓国をホワイト国に戻したかったりっていうのはそれはもう亡国の思惑が。 まあ、実際にこうやってパレードに参加したりして、公人がすべき行動でないことをバンバンやってるんですよ。まあ、批判されてますけど、ね、本国からお咎めないわけですよ。なぜなら本国からの指示だから。戦後、日本は国権を復帰したと言われてますけど、そんなことは全くなくて、未だに月1回、米軍のトップとね、えー、官僚のトップが、ま、会合させられて、いろんな指示受けてるわけなんです。主権なんかそこには存在しないわけですよね。そして今に、世界中で金をばらまかされてること。これよくよく考 考えたらおかしいですよね日本国国内めちゃめちゃ困窮してて困ってる人いっぱいいるのになぜ外にバラマカさせられているのかっていう話なんですよアフリカって欧米諸国の強い影響力を昔から受けてるわけですよねもともと植民地化でしたし今は一応表向きは植民地じゃないですけど実質支配されてる状況であるとそしてかの大陸の経済っていうのは完全に牛耳られているわけですよそこに日本国のお金を注入できるっていうのはサイクル的に めちゃくちゃゃくいい話なんですよねなんでこれ実はアフリカ諸国の要請でも何でもなくて欧米諸国にお金をあげてるのと一緒だと私は見てるってまあアフリカってやっぱ食糧難とかも言われてるじゃないですかじゃあ日本国の米とか例えばめっちゃ最近捨てられてる牛乳とかを送ればいいんじゃないっていう話になるわけですよでもこれ絶対にしちゃダメなことなんですねこれあの鈴木さんっていう現在学者で元農水産省の官僚が言ってたんですけども 日本国には1986年にある密約を結ばさせられていると。これ、ウルグアイラウンドっていう世界貿易上の障害をなくし、貿易の自由化、多角的貿易を促進するために行われた多国間交渉の中で決まった話なんですけども、ミニマムアクセス、これ農産物の最低輸入量であり、1993年の合意によって定められたものなんです。いろんな国があって、これだけは絶対うちから買ってくださいよっていう合意なんですよ。で、これね、一応日本国、米に関して何 77万トン世界中とこの合意を結んだって言われてるんですけどその中で実は約半分の33万トンはアメリカと合意してるって言われてるんですよねこれ一応文書には残ってないらしいんですけどこの農水産省の方が言ってました要するに日本国って年々米の時給は下がっていて蓄米もどんどん古くなって増えていってるにもかかわらず実はアメリカから米を買わさせられているとそしてこの残された米ダブついた米をアフリカとかその援助に回すことは絶対に許されないわけですよそれはその彼ら が牛耳ってるる支配構造経済構造造経済を壊すことになるからで過去実はこれに逆らおうとした人物は全員左遷もしくは消されているとその中の一人が中川昭一さん彼は農業水産大臣だった時にこの米や畜産物を この諸外国と援助に回そうとしたわけですよ。これに激怒された彼は数年後、点て点んてんてんということを言ってましたね。要するに、あの国の合意なくして我が国は進めないと。むしろ、今や行われていることは全て彼の国の指示であるって話なんですよね。そしてこのバラまき。あと、首元です。これよく考えたら、これちょっと首元のこの丸が、めっちゃ下手だな。まニコラテスラみたいな、往年のセクシー雑誌みたいな名前、お前スコラってことそれ。 はいはい。お前ほんとデラベッピンといいスコラといい。往年のその辺の造形がちょっと深すぎる嫌いがあるけど。 女性ファン大丈夫。今年の6月にアメリカがデフォルトを切るんじゃないかっていう、いつものノリが最近出てきてるわけですよね。これ毎年この時期になると、上院下院がなんかいろんな合意をできなくて、借金が払えなくなって、アメリカ破産。よしっていう、まこれいつもの闇のノリがある。これね、あの、毎年の風物詩だってみんな見てますけど、今年はガチでやばい。アメリカっていつも債務上限が来る大量の国債を発行して、まあのいできたわけなんですよね。で、その大量の国債って誰が 買ってんねん。と。まあ最近ではパンダちゃんとかがめっちゃ買ってるって言われてますけど、それは昔から買い支えてきてるのは日本なんですよ。で、これ日本って買い支えてるのは別にキッシーのポケットまででもなんでもなくて、私たちの税金で買い支えてるでアメリカって今あの東アジア有事に備えてまあ、むしろ戦争に備えて着々と準備してるって言われてるんですよ。この時に戦争屋がめちゃくちゃ儲かる。仕組みにもちろんなってるわけじゃないで。実はアメリカ政府はこのどさくさに紛れて CB dc。中央銀行デジタル通貨。 に向けけててて金融リセットを行うんじゃないかって言われてるわれるですよ一応これがいわゆるネサリマゲサリマクリスティなんじゃないかっていう話ありますけどいやこれ彼らが借金を帳消しにするために実はこの最近めちゃくちゃいろんな国でもう移行が進んでるデジタル通貨これに進んでるんじゃないかとそしてそれ結局 既存の通貨の呪縛から解かれることでも何でもなくて、また彼らが作った枠組みでやらされるかもしれないと。そんなアメリカのご意向があって、日本国、今金もめちゃくちゃばらまいてるけど、結果、某国だけが儲かっていくし、かなってるかもしれないと。で、日本国内でも変な動きありまして、あの、郵便貯金がね、ゴールデンウィーク ATM 使えねえっつって、お前使えねえなっつってね、そういうこと言われてるめちゃくちゃ怒られてるわけ。 東京三菱 UFJ が24時間の ATM をやめますって。もうちょっと夜中誰も使ってない。おじいちゃんの代から ATM。いや、これただの銀行屋ですね。デジタル通貨行こう。これ、あんまりいいニュースじゃないかもしれないっていう、どん深やみ。そして、これですこれ非正非正世界よこれが、日本だ。おばさんは右翼だったんだね。ジュエたら、ワロチ。あ、右翼じゃないですよ。 ネット右翼ないけるいけるネット右翼ね、ということで、ジュエ間違えるなよ。ネット右翼と右,右翼は大違いだからだまあジュエは、ネット、ジュエキですよね。あ、カブトムシが、ちこの前、あの、ジュエがツイートで、いじられるの嫌いもうやだ、あの人って言ったけど、まさか俺のことじゃねえよな。ジュエジュワー,ーってことこれカブトムシのこの口どうですかこれ。あの、この気持ち悪いこの、この、こと。ね、お前どこ見てんの、これ。 「ディープにつかやもあぶがりる」「ひとつまの手料理食べたいなあしたも晴れ」